皆さん、こんにちは。エフェボーチャンネルです。いつもエフェボーへの投稿を閲覧誠にありがとうございます。えー、昨日はですね、1名様のみなんですけれども、えー、なんとかね、エフェボーニューステッカーをお送りしましたけれども、えー、ちょっと書き方は間違っておりましてですね、え、12月投稿者様へってなってましたけど、なんと、12月分はですね、もう一昨日終わっておりましてですね、<laughs> 1月に突入しておりましたということでね、昨日お送りした分はですね、え、1月1日にね、投稿いただいた、えー、ある方にお送りさせていただいておりますし、また今日はね、昨日の分を取り返すべく 10, 10名の方、 え、用意しておりますので、到着までね、今しばらくお待ちいただきたいと思います。そしたらですね、え、昨日あの、エペボチェックしていたらですね、え、グッザンさん、え、からですね、エペボニューステッカーが届いたということでね、また嬉しい投稿、え、コメントとともにね、いただきました。えー、エペボおじさん、お疲れ様です。私もおじさんです。って、この書き出し。もうちょっと、今まででもう一番受けましたですね。毎日楽しく拝見しています。街にまたステッカー届きました。嬉しいですね。ということでね、エペボおじさんもとっても嬉しいです。ありがとうございます。えー、ステッカー貼ったので追加投稿します。ということでね、こういう形であの、皆様方、ね ぜひともあの届きましたらですねグッチャンさんこういう形であの、えー、なんか。 ランクションボックスじゃないななんだろうななんかに貼っていただいてるんですよねということでですねこういうあのレポート投稿もね嬉しいなというふうに思っておりますでね嬉しさのあまりですね昨日の新規初投稿のねさすけさんと一緒にですね紹介させていただきましたまずね新規初投稿ねさすけさんということでね MS3 なんか連投になってますけどね MS3 やっぱ人気なんですね多機能 MS3 で多機能コンパクトを実現したということでねまた改めてね詳細をご紹介していきたいと思いますけど本当にコンパクトですよねこれちょっとなかなかいいなと思って見ておりましたそれからねグッチャンさん先ほどね アーク3、久々にね、大型のスイッチャーですけど、えー、そこにね、HXFX をね、<laughs> えー、絡ましているということでね、もうどっちかでいいじゃんと思うんですけども <laughs>、えー、なかなかすごい最強ボードに仕上がっておりましてですね、えー、ジャンクションボックスとかもね、ついていてですね、大変参考になるボードですので、皆様方ね、ぜひともね、えー、改めて見ていただきたいなというふうに思います。それからね、毎度のね、バナー広告なんですけど、えー、ISO ブリックのですね、ミニタイプがね、え、新発売になりましたけども、そちらのね、えー、大きいタイプとね、小さいタイプ、両方のた、えー、バナー広告、ぜひともね、クリックしていただきたいなと思ってですね、昨日ご紹介したらですね、なんと、えー 昨日、昨夜というんですかね、投稿いただいた最新の新規発投稿のこの TR さんですね、えー、のボードにですね、この ISO ブリックがちょうど、えー、連動する形で載ってるじゃないですか。なんか森平垣さんの人が投稿したんじゃないかなと思うような感じですけども、えー、これよく見るとね、ベース用のボードなんですけどもね、こういう形でなんか連動しててとっても嬉しかったですね。えー、ということでね、えー、引き続きエフェボーの方にね、どんどん投稿いただきたいなというふうに思っております。えー、そしてですね、えー、昨日はですね、なんといってもこのエフェボーの 缶バッチですね。えー、先々週かなえー、発注を実は、あまあ、テストということでね、えー、発注入れてみたんですけど、ようやくね、昨日届きましてですね、早速届いてすぐですね、ツイートしたらですね、意外にって言ったら失礼ですけども、なんか反応が大きくてですね、欲しいなとかですね、いいねとかね、なんかいろいろいただいてですね、えー、説に欲しますとかね、<laughs> ずうしみさんの、この短いコメントでと,と、とってもいいなと思いましたけどね、えー、ステッカーと一緒に欲しいですっていうのはね、ちょっとね、あの、プレゼント企画ではないので、ちょっと申し訳ないなと思ってるんですけど、ちょっと書き方悪かったかなと反省してるんですけども、えー、どんな料金体系がね、価格、 がいいののかかかかととね本当に出したら売れるのかなとかですね、いろいろご意見たたただけたらありりがたいなと思っておりますでね聖次郎さんからね、えー、良いですね、冷蔵庫に貼っつけたいということなんですけど、缶バッチということでね、えー、この写真のようにですね、こうピンタイプなので、えー、この、えー、チ,ャチャッキーさんっていうのかな、えー、ギグバッグにつけたい、欲しいですというようにですね、まああのー、なんか、えー、この写真のようにですね、こうトートバッグとかですね、えー、ギグバッグとかですね、そういったところにつけていただく仕様になるので、ちょっとね、あのー、磁石仕様だとね、<laughs> 単価が高いんですよね。<laughs> あとなんか ミラー仕様とかもあるんですけどとにかく高いっていうことでね。一番安いやつで、えー、でもね品質がめちゃくちゃいいんですよね。これねぜひとも皆様方もね作られたらいいんじゃないかなと思います。ということでね、えー、こういう缶バッチとかねいろ、えー、んなアイテム、えー、気軽にねこうエフェボを身につけていただけるようなねアイテムもねこれからまたいろいろ試しに作ってみたりしてですねご意見募っていきたいなという風に思っておりますので、えー、引き続きねエフェボの方、投稿閲覧もそれからねこういったグッズアイテムもねおた楽しんでいただきたいという風に思います。それではね本日は花金もね元気に過ごしてまいりましょう。ありがとうございました。